君か。わざわざ挨拶に来てくれるなんて礼儀正しいんだね。それじゃあ私も改めて自己紹介をするとしよう。私はハンジゾエ、調査兵団で分隊長をやっている。ハンジ分隊長の部下、モブリット・バーナーだ。これからよろしくな。ああ、そんなに固くならなくてもいいよ。ほら、何か私に質問とかないのかい？何でも答えよう。趣味？趣味とは違うけど、巨人の研究は好きだよ。彼らにはまだ世間には知られていない不思議な生態が。分隊長、そのくらいにしておいてください。新兵が戸惑ってますよ。兵士として巨人と戦うのは当然の仕事だけど、同時に巨人の研究も大事な使命の一つだと私は思ってる。君もそう思うだろ？巨人研究の重要性が分かってるなんて、私の目に狂いはなかったみたいだ。とにかく君にはこれからいろいろと手伝ってもらうことになると思うけど、一緒に頑張ろうね。やるわよ。おいおい、くそ。
食い物は。ウトガルド城の104期調査兵たちはハンジ率いる増援によって付近の壁上へと撤退、辛くも難を逃れた。そして巨人化能力者であることが明らかになったユミルは、命がけで仲間を守ったこともあり、ひとまず調査兵団の保護下に置かれることになった。そんな折、壁の破壊箇所を捜索していた駐屯兵団の先遣隊から驚くべき知らせがもたらされたことを皮切りに、兵士たちはさらなる混乱の渦へと飲み込まれていくことになる。彼はウトガルド城での激戦を生き延び、無事に壁上へと退避する。しかし仲間と無事を喜び合う彼を、思いもよらぬ裏切りと残酷な真実が待ち受ける。穴がどこにもないだって？ああ、別の区の兵と勝ち合って引き返してきたのさ。道中で巨人とも出くわさなかったが。仕方ない。それなら一旦トロストクで待機しよう。エレン、話があるんだが。まさか、ついに地下を掘る巨人が現れたんだとしたら大変だ。そうなると位置を特定するのは困難ですね。俺が鎧の巨人で、こいつが超大型巨人ってやつだ。俺たちは5年前壁を破壊して人類への攻撃を始めた。俺たちの目的は壁の中の人類全てに消えてもらうことだったんだが、エレン、お前が俺たちの故郷に一緒に来てくれるなら、俺たちはもう壁を壊したりしなくていいんだ。どうだエレン、悪い話じゃないだろう。ひとまず危機が去るんだからな。どうだろうな。お前さ、疲れてんだよなあベルトルト。こうなってもおかしくないくらい大変だったんだろ。ああ、ライナーは疲れてるんだ。大体な、お前が人類を殺しまくった鎧の巨人なら、なんでそんな相談を俺にしなくちゃなんねんだ。そうか、何を考えているんだ俺は。本当におかしくなっちまったのか。きっとここに長く居すぎてしまったんだな。バカな奴らに囲まれて3年も暮らしたせいだ。こんな奴らがいるなんて知らずにいれば、俺はこんな半端なクソ野郎にならずに済んだのに。もう俺には何が正しいことなのかわからん。ただ俺がすべきことは自分のした行いや選択に対し、戦士として最後まで責任を果たすことだ。
ライナー、やるんだな、今ここで。ああ、勝負は今ここで決める。ライナー、ベルトルト、この裏切り者が！これじゃ迂闊に近づけないな。蒸気の弱まる瞬間は必ず訪れるはずだ。隙を狙って接近を試みるぞ。熱風によって瓦礫が飛んでくるぞ。注意して進め。敵の影に入ればあいつの蒸気を防げる。あ、また瓦礫が飛んでくるぞ。気をつけて進むんだ。粘り強くチャンスを待つんだ。ヤツの動きは遅い。落ち着いて超大型の動きを慎重に観察するんだ。瓦礫の影に隠れてやり過ごせ。ユミルはまだきっと死んでないから、どうかお願い。
までより強力な蒸気で身を守ってる。これじゃ攻撃できない。どうすれば。どうもしない。待つんだ。アルミンは私についてこい。鎧の巨人の相手だ。倒す。いつまで体を燃やし続けられるか見ものだが、いずれ彼は出てくるはずだ。兄と違って常に全身が硬い。何か打つ手は。ミカサ、一旦鎧の巨人から距離を取って奴の弱点を探すんだ。くそ、俺らじゃ何もできねえのか。いや、本当に全身が石像のように硬いのならあんな風に動けないはずだ。昔戦争で使ってた鎧にも鉄で覆えない部分がある。脇やまた、あとは膝の裏側だ。当てた。二人の首を跳ね落としていれば、最大のチャンスを私ならできたはず。なぜ次はない。次はもうない。どうせ倒されんならいいぜ、その首よこせ。無駄なあがきだ。止まった。あの位置は。周囲を警戒しろ。巨人を呼んだぞ。周囲に他の巨人は見当たりません。上だ、避けろ。アルミン、エレンは？エレンは連れ去られたよ。ユミルもベルトルトとライナーに。ねえアルミン、なんでエレンはいつも私たちから遠くに行くんだろう。そういえばそうだね、
エレンは昔から一人で突っ走っていくんだ。僕らを置いて。私はただそばにいるだけでいいのに。それだけなのに。まあいつものことじゃねえか。あの悪ガキの起こす面倒の世話をするのは昔っからお前らの役目だろ。俺も行くぞ。お前ら三人が揃ってねえと俺の日常は戻らねえからな。クリスタ、やっぱり君には残ってほしいんだけど。それは無理。ユミルがさらわれたのにここで待つなんてできない。ああ、俺たちには奴らを追いかける理由が多すぎだろう。そう、一刻も早くエレンを取り戻さないと。おい、エルヴィン団長が到着したぞ。ハンジ、説明を。彼らの目的地をウォールマリアの向こう側、そして目的地までたどり着くだけの体力が残っていないと仮定しよう。ならば彼らはこの先にある小規模な巨大樹の森、そこに向かいたいだろう。そうか、あれだけ戦った後だからきっと消耗してる。ああ、ならばどこか巨人の手の届かないところで休みたいと思うんじゃないか。巨人が動かなくなる夜まで。夜までだ。夜までに森に着けばまだ間に合うかもしれない。禁物だ。一大事だ。クソ、おい、こんな一大事だ。何を作りたいんだ。また来てくれよな。
見くびってもらっちゃ困るぜ。確実に二人だけ助けるか、戦った全員助ける賭けに出るか。俺は…行くぞ。そろそろ教えてくれよ。あんたたちはこれから私らをどうするつもりなんだ。俺たちの故郷に来てもらう。おとなしくしろって言って従うわけがないことぐらい分かってる。だがここはウォールマリア内の巨大樹の森、巨人の巣窟だ。今俺らが殺し合っても弱ったところを他の巨人に食われるだけだ。つまり巨人が動かなくなる夜まで俺たちはここにいるしかねえのさ。そういや俺たち巨人が湧いてからずっと働き詰めじゃねえか。ひとまずは休ませてもらいたいもんだ。昇格の話はその後でいい。ライナー、おい、てめえふざけてんのか。殺されてんなら普通にそう言え。は？何怒ってんだよエレン。俺が何かまずいこと言ったか。なあベルトルさんよ、何か知ってんならいい加減黙ってないで何とかしてやれよ。ライナー、君は兵士じゃないだろう。僕らは戦士なんだから。なんとなくだが分かった気がするぞ。おかしいと思ったよ。壁を破壊した奴が命がけで仲間を助けたりなんてな。おそらく本来は壁の破壊を目的とする戦士だったが、兵士を演じるうちどちらが本来の自分か分からなくなった。いや、もしくはお前は罪の意識に耐えられず無意識に自分は壁を守る兵士だと思い込むようになったんだ。結果心が分裂し記憶の改ざん、話が噛み合わなくなることが多々あったって様子だな。ベルトルさんの呆れ顔を見るに。ふざけんじゃねえよ。お前らな、お前らは兵士でも戦士でもねえよ。ただの人殺しだ。何の罪もない人たちを大勢殺した大量殺人鬼だ。その人殺しに何を求めてんだよお前は。反省してほしいのか、謝ってほしいのか。それでお前は満足かよ。泣きわめいて気が済むならそのままわめき続けてろ。
そうだな。俺は頑張って、お前らができるだけ苦しんで死ぬように努力するよ。ユミル、お前はエレンを利用して逃げようと思ってたんだろう。俺らに連れて行かれたらまず助からないってな。正直に言うが、その通りだ。だがクリスタ一人くらいなら俺たちで何とかできるかもしれない。どういうつもりだい、ライナー。クリスタはウォール教の一族の重要人物だ。こっち側に連れて行く理由はある。自分のわずかな命か、クリスタの未来か、選ぶのはお前だ。あれは信玄団、調査兵団が助けに来たのか。クリスタだ。クリスタがそこまで来てる。連れ去るなら今だ。お前、連れ去るにしたって今は無理だ。成功する可能性が低いだろう。機会を待て。今じゃなきゃ嫌だ。今あいつに会いたい。このままじゃ二度とあいつに会えないんだろう。お前らが今クリスタを連れていかないのなら、ここでお前らと戦って邪魔をする。始末。エレンはこの森のどこかにいるはず。早く探さなければ。邪魔な巨人がうようよいやがる。これじゃエレンを探すどころじゃねえ。ひとまず巨人の数を減らそう。そうすればエレンを探しやすくなるはずだ。倒す。どうだ。倒した。行く。クリスタ、やっぱり君は前線に出ない方が。何度も言ってるけど、それは無理。ユミルがさらわれたのに待っているなんてできない。ライナ、ウルトルド、どうしてこんな。このままではエレンが連れ去られてしまう。急がなければ。エレンがおとなしく連れ去られると思うか。いや、力の限り暴れまくるはずだ。大丈夫さ。討伐した。すごいよ、その調子だ。くそ、巨人の数が多いな。無事でいろよエレン。ダイナーもベルトルトも敵だったなんて信じらんねえ。奴らの口から直接聞くまでは。行く。
叫び声、もしかしてユミルか。こんなところに。待ってください、こいつはユミルです。さらわれたユミルの巨人の姿です。おいユミル、どうしたんだお前だけ。エレンはどこだ。なぜ僕ら一人一人に目を向けるんだ。ユミル、よかった、無事だったんだね。嘘、クリスタ食いやがった。クリスタまで連れ去られるわけにはいかねえ。追わねえぞ。よし、我々も作戦を開始するぞ。まずは森林内の気候種を撃破せよ。討伐対象は気候種のみ、通常種は無視せよ。我々に残された時間はわずかだ、急げ。この貴公子、いきなり襲ってきやがった。誰か手伝ってくれ。よっ。先ほどの命令、何か狙いがあるような。何を企んでいる。片付ける。飛行士め、いきなり襲ってくるなんて。誰か奴の討伐に協力してくれ。エルヴィンの野郎、飛行士だけを倒せとは一体どういうつもりだ。調子がいいようだな。始末する。すまん。片付ける。巨人を引き連れたままでいい。私について来い。